それがずっと不思議で、多分中学校中1ぐらいから疑問に思ってて、なんで謝るなんかなっていうのを思ってた時に、ふとある人のお話を聞いた時に、あ、ごめんねとありがとうで初めて感謝なんやなって気づいて、なんかありがとうって伝える機会って、まあ、日常でたくさんあって、で同じようにごめんねっていう言葉を伝える機会も実はすごく多いんじゃないかなと思ってて、で今まではごめんねっていう言葉がちょっとあんまり心地よくないというか、ちょっとネガティブなイメージを持ってたんですけど、決してそうではなくて、ごめんねって伝えることですごくそこには癒しが生まれるなと思って、許し合えるってすごく素晴らしい関係だと思うし、大事なことやなと思って、そんなことを思って書いた曲です。では聴いてください。ごめんね、ありがとう。ごめんね、ずっとずっとずっと伝えたかったの、あなたが最後まで残した
がとうございます。